忘れたままでいたかったわ。今まで自分が一体どれだけの人の心を踏みにじってきたかなんて。おいじょおいじょペジョボペジョボ。白状なさい。こんな回りくどい手口を使って一体何が目的なの。おいじょおいじょペジョボ。おいじょもっと我慢めん。事情が分かるまで話を聞いていたかったけれど、これ以上ベベがいじめられるのを黙って見ているわけにもいかないわ。まさか最初から。どういうことか説明してくれる？その子が何をしたっていうの？あなたはベベに騙されている。ここは本当の御嶽原じゃないわ。みんな偽物の記憶を植え付けられてるの。明美さん、一体どうしちゃったの？そいつを守るつもり。追いかけようなんて思わないで。さもないと私と戦う羽目になるわよ。口が開かないわよ。
あなたの魔法は確かにすごいけど、いつだって相手より優位な立場にいると思い込むのは禁物よ。トモエさん、あなたは何も気づかないの？今の自分に何の違和感も感じないの？急所を打とうとしなかったあたり、まだ私の身を案じてくれるだけの気持ちはあるよね。でも、どうしてベベを襲ったりしたの？あいつは魔女よ！私たち魔法少女の敵なのよ！思い出して！魔女なんて知らないわ。私たちの敵は魔獣でしょう。そう、私はずっと魔獣たちと戦ってきた。じゃあナイトメアって一体。どういうこと？一体。それは私の口から説明するのです。え？あなたは…ベベ？今まで黙っていてごめんなさい。でも、落ち着いて話を聞いてほしいのです。